リドリグラ族は総使用植物に属する、食虫植物の属。南アフリカ南部の湿地に自生する2種からなる。クロンキスト体系では、ビブリスカに入れるが、シンエングラー体系、APG 植物分類体系では独立の、ヒトエ型か、リドリグラかとする。食虫植物の中でも得意な生態を示す。小低木で、葉は細長く、 表面に密生した毛から粘液を分泌する。花は赤い両性花で、個数性、放射相症。果実は果てで三つに割れる。食中植物に入れてはいるが、消化酵素は出さないので、繁食中植物とも呼ばれる。従来は死んで落ちた虫が腐敗して根から吸収されると言われていた。しかし現在では、捕らえた虫はドリグラ状に生息する。 捕食性のカメムシであるパメリデアローレッドヤリーに食われ、この虫の排出物が歯から植物に吸収されることが分かっている。この虫は10個もし一生をロリグラ上で過ごす。つまりこの虫と共生していると考えることができる。アールデンタタ従来、ロリグラ科の分類学上の位置は一定せず、シンエングラー体系、クロンキスト体系ではビブリス科とともに、 バラメに入れられていた。APG 植物分類体系による系統分類では、ビブリスカと別にして、筒地目に入れている。また旅化の姉妹群で、サラセニア化ともやや禁煙と考えられる。ありがとうございます。